はい、もう48歳のおじさんは疲れましたと。でももう3時になるんで、パーククローズになりそうなんですけど、何人か取れたら取れたいなと思います。さあ、やってまいりました。岬晴れてる。岬晴れてるがナックルハックしてカメラマンとして、2個目のキッカーに今行こう。さあ、女の子です。女の子、キャブ、スイッチエントリーして、これは、スイッチバックですね。スイッチバック3。さっきまでね、キャブ7めちゃめちゃバチバチに決めてた女の子だったんですけど、スイッチ B3 は苦手みたいですね。さあ、北沢優くんでございます。フロント3かな？お、7で行きましたね。はい、フロント7一発で終わりました。あ、小春。はい、こんな感じでーす。さあ、もう3時クローズ。3時クローズ間際で、もう人がいません。じゃあ、ちょっとテーブルで撮影してきます。ありがとうございますって。さあ、1個目。1個目がね、2個目で撮影するとね、技名がね、1個目の技名がわからんのですよ。さあ、1個目と2個目で。2個目でね、撮った方が一番迫力があるんですけど、ちょっとね、技名を言わせてくださいっていうコーナーでございます。僕の勝手に技名を言わせてください。はい、メインスタンス、レギュラーから、バックサイドの、おお、ダブルコークマジか一発目がダブルコークでした。すみませんでした。すみません、どうもすみませんでした。フロントダブルで10でした。一発目が。技を言わせてくれという。さあ、ツインで、バック、綺麗ですこれ最高の、最高じゃないですか。まさかこんな絵が撮れるとは思いませんでした、私。もう3時で、3時のクローズで、もう3時でクローズの時間なんですよ。だから僕はもう、上がって、ちょっと1、2本手前で上がって、1、2本撮影に回ろうかなと思ったら、いきなりダブルコークと、なんつうの。アベックダブルフバックフリップ。あ、ダブルじゃない。アベックバックフリップが出るという、とんでもない映像が収められてしまいました。はい、ありがとうございます。はい、やっと、選手がやってまいりました。さっきまではね、大混雑のキッカーだったんですけども、だいぶ人数が減りましたね。まあ、大人は誰もほとんど滑ってません。もう子供たちだけで滑っております。さあ、ちょっと名前がわかりませんが、あ、5歳の子ですね。まだ小学生に上がってない5歳の子が、テーブルでスピードをコントロールとするという。で、ナックルハックして、あー、ちょっとダメですかね。寝そべっちゃいましたね。ママが、ユウのママが撮影待ちですね。さあ。ゆうくん、北沢ゆうくんでございます。はい、フロント7です。画面越しから一応、さあ、バック7でちょっと軸が入りすぎましたね。はい。ちょっとあれだと立てない。立てないですね。さあ、さあ、女の子、ちょっと名前がわかりませんけど、激うまの女の子ですね。さっきまでキャブ7を練習してましたね。メインスタンスがレギュラーでございます。あ、メインスタンスで発射しました。ずっとさっきまでスイッチでアプローチしたんですけど。はい、メイン。さあ、2個目で何をやるのかってことですね。あ、もう、ね、コンディションの状態で
ストレートになっております。さあ、このコンディションで何を打つのか。フロントサイドの360からの。さあ、いいですよ。バックサイド走ってますよ。おー、7行った。わー、立ったんじゃないですか、あれは。耐えたんじゃないですか。耐えてません。耐えてません。耐えられませんでしたか。さあ、やっと大人。やっと大人が入ってきまいました。大人っつっても僕よりも全然はるかに若い大人です。さあ、踏んで踏んで。さあ、グーフィーですかこの方は。グーフィーのようですね。さあ、来ました。また、キッズでございます。さあ、何を打つのか。フロントサイド。180からの、さあ、スイッチエントリー。スイッチアプローチからのキャブ、ハーフキャブですね。はい。では今度はマリ選手でございます。レッドブルアスリートの深田マリ選手。さあ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 。トゥー抜きの、ファイ、あ、スリーですね。トゥー抜きのスリーでスイッチバックの、うおー！ないんです。ないんです。あるんですか？ないんですか？あるんですかないんですかって話ですよ。スイッチバックラインを見せてくれました。初めて見ましたね。まあ、初めて見るってそんなたくさん彼女のことを見てるわけではないんですけど。あ、ナイスなテールグラブです。スタイリッシュなテールグラブです。お、高いですね、オーリーが。オーリーが高い。さあ、大人。キャブ3かな？わ、スイッチ、グーフィーですかね。グーフィーですね。わからん。もうどっちがメインスタンスなのかわからん。さあ、スキーヤー、勝手に名前を付けたいと思います。さあ、ストレートジャンプからの、一応ストックを使ってる風にアプローチして、ストレートジャンプ。はい、今度はストックは持ってません。手ぶらです。手ぶら。はい、手ぶらストレートからの、手ぶらです。手ぶらですね。手ぶらで来ていいんでしょうか？手ぶらで来ていいんでしょうか？はい。そんな感じで。また、これは大人ですね。大人がアプローチしております。さあ、フロントサイドの、お !7-9! 惜しい！大人っていうか、まだ若者ですね。フロント9。さあ。うわー！こう、軸の入った7を見せてくれ。さっき、あの、ダブルコーク見せてくれた子ですね。さあ、やるのか？ツインズ？ツインズやるのか？ツインズやるのか？ナックルハックと、ツインズ！まさかのツインズ！やば！おはるです。小春のお父さんですね。おはようございます。はじめまして。フロント5練習してるんですか？やばいっすね。俺できないのに。もう抜かれちゃった。もう抜かれちゃったよ、小春に。さあ、小春選手。さあ。うんうんうん、いいですね。いいです。僕はただあの、技名を言いたいっていう動画を嘘で。技名をただ言いたいっていう動画です。そしたらいきなりダブルコークやってけ。ありがとうございました。さあ、選手が減りましたね。選手が減りました。さあ、北沢優くん。選手が減りました。ただ、技名を言いたいっていうのに付き合ってくれてありがとうございます、選手の方々。私はただ技名が言いたいだけです。さあ、フロントサイドの、セブンツー。さあ、踏ん張って。バックサイド、何行くのかは、ナインか、ナインか、ナインか、ナインですね。立ちましたね、このナインは。立ってます。立ってます。はい。小学生ですけど、立ってますね。さあ、
次は女の子ですね。さっきまでね、すごいキャブセブンとか打ってた、すごい女の子なんですけども、ちょっともう、クールダウンしております。クールダウンモードに入って、多分ストレートジャンプになると思いますね。メインスタンス、レギュラースタンスでエントリーして、多分クールダウンしてますね、今。ストレートジャンプ。はい。ウェドルですね。あ、グラブが綺麗。グラブが綺麗です。そして、ジブ。ジブはちょっと見つけてしまいました。さあ、若者ですね。大人ですけど若者です。俺みたいなおじさんではないです。さあ、若者。さっき何やったんだっけ？全然覚えてねえな。グーフィースタンスの、フロントサイドかな？あ、そう。グーフィースタンスのストレートですね。はい、2個目は飛ばないスタイルでございます。ね。安全第一ですから、まずは。さあ、これはどちらかというと、イキリのライダーですね。イキリライダーって言って、褒め言葉です。褒め言葉です。一応念のため伝えておきますけども、こう、スタイリッシュを、人とね、違うスタイルを、こう、人と違うスタイルをね、こう、やろうとしている若者でございます。さあ。半袖。おい、肘すりむいとるやないか、それを。さあ。意地でも半袖っていうスタイリッシュな若者の二人ですね。まあ、これもスノーボードですから。ね。これもスノーボードでございます。さあ、選手が集まってまいりました。名前がわかりません。さあ、あ、お父さん。お父さんのために僕はテーブルを上げたいと思います。さあ、フロントサイド366やろ？あ、お父さんじゃない。お父さんじゃない。あの、若者二人でした。若者二人でしたね。はい。さあ、小さな子様。これはナックルハックかな？ 5 歳。あ、違う、5歳じゃない。これはちゃんと飛ぶ子ですね。ちゃんと飛ぶ子です。さあ、技はフロント3からの、バックの何？セブンなんですよね。これがまた。もうよくわかりませんよ、私。さあ、バックサイド。540。ああ、3か。さあさあさあ、フロントサイドの3、はい、33ですね。はい、ちょっとね、この、右側のランディングがね、掘れちゃっててね。まあ、私にとってはちょうどいいんですけどね、フロント3の着地の地点で、ね、すっぽりハマるランディングっていう。フロント3、あ、じゃあ、7やって着るじゃないですか。まあ、あの人はあそこまで飛ぶからあれなんですけど、着ってフロント3とか7着ると、穴にすっぽりはまるんですよ。で、その穴にすっぽりはまったまんま、何も見ないで、まっすぐ進むと2個目のリップが、2個目のリップまで行けるという、こう、自動アプローチシステムなんですよね、現在。それで私、さっき何本も33をつなげておりました。ありがとうございます。さ。さあ、トレインで、もう、ちょっと、同時に違う技やんないで。バックサイド、ちょっと同時に違う技やんないで、もうわかん。トレインで、もうレッドブル出るんですね、あの人たちは。きっと。いやいやいや。二人同時にバックフリップとか、多分そんな感じでしょうね。誰かやりそうなことですよ。もっと違うことやったらいいんですかね。そのキッカーの形状にもよりますよね。キッカーの形状にもよりますよ。こう。そう。ノーマルスタンダード。ザスキール。ノーマルスタンダード。うわ。クロスカントリーが始まりましたね、急に。クロスカントリー。バッテンですね、これは。クロスカントリーバッテンがつきました。さあ、何を見せてくれるんですか、深澤さん。テールグラブを今やってましたね。イメトルしてましたね。フロントから、セブン、フロントセブンバックナインですか？ルーティーン。はい。やってください。北澤さん。
フロントセブン、バックナインのルーティンですね、これは。私にはわかりますよ。さあ、フロントセブンからの、お、あー、ジェットですね。ジェットが過ぎましたね。バックナイン繋げられませんでした。いやー、でもね、このね、惚れてる、ランディングが惚れててね、まさにジェットしやすいんですよね。この間ちょっと覚えたからって使ってみたいだけの話なんですけど、ジェットっていう、ね、ノーズが上がってしまう。さあ、さっきまでね、キャブセブンを打ってた女の子ですね。さっきまでキャブセブンをバチバチに決めてた女の子なんですけど、もうクールダウンしてストレートジャンプで今、筋トレですかね？打つんですかね？なんか打つんですか？ストレートジャンプですよね、もちろん。さあ、スピードコントロールしてください。ストレートジャンプ。あ、グラブですね。スタイリッシュグラブを。お、トゥイーク綺麗ですね。やっぱ2個目がみんなやりやすそうですね。はい。2個目は。ごめんなさい。さっきから覚えられません。あ、グーフィースタンスの方ですね。グーフィースタンスでストレートジャンプで2個目をスルーする方でございます。はい。はい。大事な練習ですからね、こちらも。このようにしてね、自分のレベルに合わせて練習することが、まず第一ですからね。私のように、360を11年練習しております。はい。見習ってください。360を11年練習してますんで、私を見習ってください、皆さん。はい。さあ、やってまいりました。ちょっと見えません。逆光でね、見えません、誰だか。男の子ですかね。さあ、そうそうたるメンバー集まったんじゃないですか、これは。さあ、私の技を言いたい。だけの動画でございます。ただ私が技を言いたいっていう動画ですね。おう、ちょっとスピードが足んなかったです。大丈夫です。さあ、技を言いたいっていうチャンネルでございます。さあ、ミスタースタイリッシュ。さあ、半袖で頑張るスタイリッシュ若者。お、惜しいですよ、すごく。すごく惜しいんですよね。着地が合わせられてないんですよ。抜けはめっちゃいいです。抜けのスタイルもめっちゃいいですし、空中のスタイルもめっちゃいいです。ただ着地が合わせられてませんね。ぶっ飛んでますね。で、ちゃんとグラブもしっかり掴んで。あ、やっぱり背中が出る具合、感じがいいですね。T シャツの背中が出ちゃう感じが。さあ、フロントサイド。ちょっとね、ヒーローのライン取りでね、切ってるのがちょっと気になりますね、フロントサイド。バックサイドスリーシックスって。怒ってますね。怒ってますね、なんか。うまいじゃないですか。ストレートうまい。さあ、ちっちゃい子。フロントスリー。さあ、バックセブンですか？素晴らしいバックセブンでした。さあ、今度は、若者でございます。さっきは何やってたかな？ナインかな？ちょっと画面越しなんで今見えませんでした。画面越しだったんで見えませんでしたがナインですね。さあ。さあ、カービングして、さっきダブルを打ってた子ですね。さあ、トレインされるとちょっと困るんですけど、トレインされると困る。さあ、技名を言う動画ですよ、こちらは。さあ、技をやってください。技名を言う動画ですね。技、シフト、シフティでございます。バックフリップ、さあ、締めてくれました、バックフリップでありがとうございました。で、パークがクローズとなります、こちらで。ありがとうございました。さあ、北沢優が、おねだりの、北沢優、おねだりの、おねだりが、おねだりが入ってます、あそこで。さあ、北沢優の、おねだりが決まりました。おねだり1本入りました、はい。さあ、北
北座優がおねだり一本決めるのか、フロントセブン。はい、取った。よし、バックナイン決めろ。わっしょー。バチバチに決まって決めました。バックナイン。ありがとうございました。ディガーの皆さん。はい、カメラ回すとですね、喋らんないと思うんで、ここでカメラを一旦止めたいと思います。ありがとうございました。さあ、やってまいりました。ああ、どうも、こんにちは。マークンスノーボードっていう YouTube やってます。あ、青戸さん。あ、いや、青戸さん。いやいや。パーク整備ありがとうございます。ありがとうございます。だけど、今日は47歳の男をお祈りしたいと思います。その後ろには50浅見さんいくつですか？50 52だそうです。はい、そんな高齢者社会を私はウォッチングしたいと思います。はい、ということで、僕アンダーで池新さんが正解です。やったー。やっぱ池新さんもアンダーは5は打てる？できません。あ、できないの？はい。でもフォークはできます。フォークは打てるんだ。はい。そういう違いがあるんだね。フォーク打てんだけどアンダーできないんだ。はい。浅見さんはオーリーをバチバチ決めると。なんであんなオーリー踏むんですか？オーリーっすよ。いや、高さめっちゃ出てますよ。危ないだけじゃないっすか。多分一番高さ出てますよ。いやいやいや、怖いっすね。うん、そんな感じで。近い。近すぎ。怖っ。怖え、あんなの。
ックルハックからのナックルハックからのバックセブン、ここを痛めて応援したいと思っております。おっと魚屋さんが来ました。でかい。この荒れ晴れてた菊花をまだやりますか。荒れてるっすよね。この荒れ晴れた菊花でまだやりますか。皆さんやっちゃいますか。僕は何時までですか。僕は限界ですもん。肋骨痛いし、肋骨痛いしか。あの浅見さん、あの加減してくださいね。加減をしてください。さっきのスリー良かったですよ。踏み加減良かったです。いやもうマジでストレートです。バチクソオーリー踏むのやめてくださいね。マジストレートです。ビヨーンってなりますね。ストレート。安全第一ですから、安全第一。スイッチストレートですか。